林司令は、台湾出身の女性モデル、女優。台湾一有名なモデルと評され、同国の代表的な存在として活躍している。台湾において2003年頃から、第一美女として人気が急上昇し、以来、スーの広告媒体への露出や、各種司会、テレビコマーシャル、映画、さらには、親善大使の活動などを継続し、いつしか、 台湾第一名片着の呼び名を持つに至る。やがて、アジア全域を舞台としての活動が活発化。途切れることなく舞い込む映画の仕事をはじめ、隠し広告媒体やミュージカル、日本のテレビドラマへの露出などを通しての国際的な活動の展開を見せてきた。2006年、中国、上海台湾台北市に出生。カナダへ留学し、トロント大学で、 西洋美術史と経済学の学士号を取得。さらに、日本への短期留学経験も持った。モデル業の指導は1997年頃のことで、しばらく兼業で活動した後、本格的な転身を行い2002年に、専業デビュー。そして、エステサロンのテレビコマーシャル出演を機に、大ブレークを迎えるに至る。時に30歳。 囲碁台湾メディアを連日に言わす人気モデルとなった。ジョンウー監督作品、レッドクリフのヒロインにあたる小協役を演じることが決定し、2007年3月から中国河北省で撮影開始。100億円近くの巨額をかけて制作された。この映画は台湾や中国などで、翌2008年7月からの公開となった。2009年には中台合作映画、 トレジャー・オブ・エンペラー・砂漠の秘宝で、J ・チョウと共演。以後、スー・ホン・レイや、リー・リー・チンらとの共演による、決戦説バチン、チェン君との共演による、ラブ・オン・クレジット、アンディ・ラウとの共演による、ゴールデン・スパイと、各種中国映画や香港映画への出演を、重ねていった。日本のテレビドラマ、百一回目のプロポーズが、百一回目のプロポーズ、セイ・イエスとして、 中国で映画化されるに至った2012年には、これへの主演が、決定、かつての原作版にて、浅野厚子の演じたヒロイン役を担うこととなった。さらに40歳を目前にしての中国の下着メーカー、都市霊人からのイメージキャラクター起用もあり、30代最後の下着イメージキャラクター活動として、話題とされるなどしている。2013年には、主演映画にあたる、 日中合作映画、スイートハートチョコレートが中国で公開。俳優の池内博之との同時主演であった、この映画が大韓民国の公衆国際映画祭最高賞にあたる審査員大賞を獲得するなどしている。2005年2005年の4月に日本の大手芸能プロダクション、オスカープロモーションと契約。先立つ2004年から2006年度まで3年連続で、 ビジットジャパンキャンペーンの台湾新全大使の役を担っていた。2009年に初の日本向け写真集、林氏、霊ビジュアルファンブックを学習研究者から発売。日本ではエベックスマネジメントと所属契約。さらに日本の住宅商品、カウサキューブのテレビコマーシャルに出演。同年11月からの放映となったもので、 日本における初のテレビコマーシャル出演であった。続けて2010年のテレビドラマ、ガツの恋人、ムーン・ラバーズで、木村拓也の相手役を演じ、これを皮切りにテレビコマーシャルや雑誌など様々な媒体への露出を通して、日本でも広く知られるようになった。2010年には HIS による、新発足の旅行ブランド、クワリタのイメージキャラクターへ。翌2011年には、 厚生コスメポートのヘアケアブランド、サロンスタイルからのミューズ起用があった。さらに女性向けファッション雑誌、グラツヤの専属モデルに起用されたほか、2012年から、明治、アミノコラーゲンやうホロホローネショコラのテレビコマーシャルに出演するなどしている。2009年アジアモデルフェスティバル受賞式にて、台湾第一名片着としてのその人気はかねてより、絶大なもので、 2000年代を通して台湾芸能界を芝叩く間に登り詰めていった。その様は当地の学者らをして、林氏、霊現象といわしめたほどのものであった。カナダと日本への留学経験や、モデル転身前の芸術学校における講師の経歴などから台湾モデル界切手の再演と言われ、その知的で優雅なイメージが人気の原動力となってもきた。 各種台湾メディアの調査企画で、サラリーマンの選ぶ、バレンタインを一緒に過ごしたい、芸能人ランキング女性部門1位、セクシー女優ベスト50ランキングアジア部門1位、一緒に住みたい、芸能人、ランキング1位、台湾トップ美女ランキング1位、10代美入場王ランキング1位、美容整形でなりたい顔ランキング1位、同性愛者の選ぶ、欲しい男子ランキング1位、 セクシー美女百選、ランキング4年連続1位、ビムネランキング1位、美容整形験界の選ぶ、バランスの取れた、美しい顔ランキング1位。中華人民共和国でも、台湾トップ美女として、絶大な人気を獲得。米経済誌、ホーブス中国版が、年収やメディア露出回数などから、総合評価した、中国著名人ランキングにて、ファンビンビン、J 超。 アンディラウ、ジャッキー・チェン、チャン・チー、イーソン、チャン、ヤン・ミー、ホアン・シャオミン、ジョリン・ザイに次ぐ10位。日本でも映画、レッド・クリフへの出演と、ガツの恋人、ムーン・ラバーズへの出演を経て知名度が急上昇。女性週刊誌、アン・アンの企画、東洋美人人気投票で1位に入選するなどしている。しかし、女優業では、悪評が多く、演技力の欠けた。 カビンなどと評されてきた。2010年の1月には中国版ゴールデンラズベリー賞の金層放棄進むで最も失望させた女優賞が贈られた。ガツの恋人ムーンラバーズの視聴率が低迷したことや出演映画が大コケした時には台湾メディアからは毒薬と揶揄されたこともある。アンディラウトの共演作ゴールデンスパイ公開時は興行成績の不振などから 多作の女王の票を受けるにも至った。中国のあるウェブサイトにて発表された中華圏の映画界で活躍する人気タレントの演技力採点表をランキングにて最低レベルに当たる0点の票を受けてもいる。台湾メディアの発表による2007年度芸能界の長者番付けリストのモデル部門で1位へ。その収入は6000万台湾ドルと見積もられた。 ある香港メディアの独自調査によれば、その出演料は、中国のジェニファール、並びに、香港のゲイリライや中国のリー・ウンホンをしのぎ、中国、香港、台湾のモデルで主位。2010年発表の台湾のモデル年収番付においては、広告収入だけで1億2000万台湾ドル超、そこに、日本でのドラマ出演料などを合わせた1億6000万台湾ドル超の、 見積もり総収入額で2004年から7年連続の首位を記録。2011年にも2億台湾ドルの見積もり収入で首位の座を保持している。同年には資材を投じて事前基金を設立。自ら会長に就任した上でかねてより取り組んでいた児童福祉の活動を本格化させる運びとなった。2018年の年収は2億台湾ドル。 2005年7月8日、中国、大連で CM 撮影中に落馬。結果、肋骨6本を折る重傷を負うに至る。全治2ヶ月の診断を受けて入院。2008年、国立台湾科技大学にて報道の伝えるところによれば、台湾の男性アイドルグループ海ンのジェリーイエンは、かつての恋人にあたる。このことが公に明らかとなったのは、 共に写ったバスローブ姿の写真が流出した2005年のことであったが後に破局。2017年11月10日にはゼリーイエンとデートしたと報道され、イエンはそれを認めたが、リンチイリンはそれを肯定も否定もしていない。2000年に日本へ短期留学し、東京渋谷の語学学校で日本語を学習。台湾語、標準中国語、英語、関東語、及び 日本語を介する。NHK、英語で喋らないと出演時に NHK アナウンサーとのインタビューにて流暢な英語と簡単な日本語を披露したほか、2010年にはテレビドラマ、ガツの恋人、ムーン・ラバーズや民放番組のインタビューでほぼ日本語での応対を披露している。両親ともに台南出身者。今も祖母が台南市に住んでいる。 2019年6月6日、エグザイルのアキラと結婚。2011年の舞台、レッドクリフ愛での共演をきっかけに知り合い、長年友人関係にあった。2018年末頃から半年の交際期間を経て結婚に至った。両国境に結婚まで交際が報じられたことはなかった。同年11月17日には、 台南市の前代五市体操誇らで挙式を台南市美術館で披露宴を行った。結婚後、夫婦は雑誌や CM などで共演している。ありがとうございます。